この実況動画は2014年に収録投稿された実況動画を再編集して投稿し直した実況動画になります。そのところをご理解いただきながらご視聴いただければと思います。やあ、刹那圭介だよ。ネームエントリー刹那圭介と、ちょっと待って、よう見たろこれ。サイドン京子のスターでも俺の系がちょっと見えんようになっとんやけど、隠されとんやけど。おい、サイドン京子何してくれとんじゃお前。始めていきまーす。サイドン京子の故郷柏村で、これ柏村権蔵さんです。そなたたちの無事を祈っておるよ。そうそう、刹那圭介君、忠告しておくが、どんなに道に迷ってもサイドン教区には頼らんようにな。方向音痴やもんな。無理です、頼ったらあかんわな。頼ったらあかんわこいつ。さらに迷うことになるぞ。ああ、自分のおじいちゃんにまでこんなこと言われてる、サイドン教区。この人は？おばちゃん、こんにちは。おば？私にもちゃんとした名前があるんですけど。柏村のおばあちゃん。柏村のおばちゃん。柏村って村の方やな。柏村のおばちゃんの名前を決めてください。柏村のおばあちゃんって柏村って名前みたいになったんで。おばちゃんか。ピンキリコにしとこう。ピンキリコ、何をピンキリしようかは知らんけどね。すっかり忘れてました、ごめんなさい。ピンキリコおばさん。おば、あ、これおばさんって呼ばれたくないタイプの人だよな。とりあえず注文が来ているのか。その名も、まだ名前栽培している名前、栽培してる名も野菜の名前。欲望。栽培しちゃダメ。欲望。でも作ってる私たちはほとんど口にできないの。いや、口にせんでいい。口にせんでいいよ。そんなもん口にせんでいいよ。注文数が多すぎて供給が追いつかないの。強欲な人ばっかりやな、この世界。男どもは欲望を届けに。女の私たちは村で農作業、冬になったら温泉に行きたいわ。あ、男どもは欲望を届けに。赤いよ、お赤いよこれ。あかんで、もうお赤いよ、もう赤いよ、もうピンキリこそんなこと言うて赤い。神父、神父か、神父の神父さん。くだらねえ、ほんとくだらねえ。神父さんさん、神父さんさんって、神父さんでもいいやん、もうそこまで言うんだったら神父さんでいいやん、もう。ああ、お前か。で、隣にいるのが選ばしいものか。はい、刹那圭介さんです。お前、いや、刹那圭介君、君は幸子様を信じているか。はい。さすがは選ばれし者といったところか。俺は実は宣教しながら、別にどうでもいいんだよね。おい、神父さん、こんな何もない村に派遣されて、信仰者から金も得られない。これが祝福の女神であるサチコスのお導きとは思えねえ。まあいいさ、じゃあ俺は一眠りするから。ううう、神父尊め、サチコ様は苦労しやがって。まあ俺もちょっと内心うさんくさいとは思っとうけどさ。だってさ、なんであんな不自由な名前の人が神になれるん。そっちおかしいよな。あ、猫さん、日陰で休んでるの。確か名前は、
ジョージジョージ、この村はもう調べ終わったかな。終わったっぽいね。結構少なかったな今回は。ああまたも同じことはやる。あ、また猫暴れやる。え、ジョージお前ゴロゴロしてないやろ。全然ゴロゴロしてないこいつ。手がついてきてる。全然ゴロゴロしてない。めっちゃ暴れ回ってる。すごい移動速度。めっちゃ懐かれてるんですけど、ジョージめっちゃ懐かれてるんですけど。何がゴロゴロじゃ。さて出ていくか。え、もう行くの。はい、じゃあ行きましょうか。行くぞサイドン教皇。じゃあ今度こそ城を目指しましょう。お前のナビはやめとく。俺が前に行く。確か南西ですよね。北西です。間違えとる。幸子が出てきたじゃないか。間違えとるけん。お前そっちじゃない、そっちじゃない。あれ、どうしたんですか。お前もしかしてさ、チリとかダメなタイプ。チリとか100点満点で5点ぐらいしか取れんタイプ。え、こっちじゃない。幸子様言ってたんですか。あ、そうか、お前聞こえんのか。失礼しました。よかったよかった。タジコ、こいつの心の中にも呼びかけてくれ。あ、いい、見えてきました。あの城の名前は。城の名前か。城に行くっていう時にもしかしたらこれが魔王城な。だとしたら結構魔王っぽい名前つけたいな。いい加減に城にしとこう。いい加減にしろ。魔王に対してのメッセージを込めて名前をつけました。いい加減にしろって名前なんです。さあ行きましょう。あ、これ魔王のところじゃなかった。何がいい加減なんかわからん。入れてくれない。おい待ちな、いい加減にしろ。いい加減にしろ。いい加減にしろ。え、何ですかそれ。最近発行されたものでは。でな、許可なき者は倒産。許可証が欲しければ発行してやる。本当ですか。今からだと3日後だけどな。そんな選ばれし者をお連れしたのに。な、ここで3日野宿することになるなんて。おい今なんて言った。ここで野宿だと。ちげえよ、選ばれし者って言ったんだな。だったら話は別だ、通っていいぜ。そして俺の名前は、ね、こいつめちゃくちゃガードしてくれしてきよったんやな。壁みたいにブロックよしよにしとこう。やったらこいつガードしてきよったけんな、倒産ぞって。ブロックよしよって言うんだ。よろしくな、選ばれし者。はーい、お前とはもう多分話さんと思う。いらっしゃい、磨きない顔だな。とりあえず見るだけ見てってくれ。いい加減にしろの道具屋の名前。いい加減にしろの道具屋の名前。ぼったくりさる。ダメだよ、この名前信用できねえ。何が欲しい。ああ、こいつから買い物せなあかんのか。ほら見てみ、ぼったくりやん。つまんな、わけあってウレンドが言っちゃったやん。注文してた商品がなかなか届かないんだ。商売上がったりだ。マジで、もしかしてアイテムもない。アイテムは欲望ある。欲望あるや。レベルを1上げるって本当に欲望の塊みたいなアイテムじゃないか。もういいよ、それしかないんだったらそれ3つもらうわ。てかこれでレベル上がるとかめっちゃ簡単やな。チートアイテムや。不思議な雨があるとは思わんかった。欲望。てか欲望多いよって本当ぼったくりじゃないけどやばいよなこれ。ダメだこの街、ダメだ。この城どうなってるんだ。
城下町やけん城の監視があるのにこんなもん売ってるぜ。おいおい、でもないことはないだろ。ほう、この私を捕らえるとは、貴公なかなかやるではないか。捕らえるってお前ただ歩きよっただけで、ならば聞かせてやろう。我が名はおっさん、ただのおっさんなのに捕らえるとはって何なんだ。負け組サダオさんです。そしてさらばだ。負け組らしく去っていった。あっ、本当にお前負け組か。お前すごいな。お前一瞬、え、早い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 、負け組じゃない、こんなの負け組じゃない。まあ任したけどさ、俺さっき捕まえて任したけどさ、すごい移動速度だった。おや、あなたも紅茶が好きなのですか。え、俺はどっちかって言ったらコーヒーの方が好きやな。おや、それは残念です。あ、サイドン教区は紅茶好きですよ。サイドン教区の村で採れる野菜の葉っぱを使って、それ欲望の葉っぱじゃないの。お母さんが作ってくれるんです。苦いです、苦いですけどすごく味が深いんです。欲望の味ってそんなに深いんだ。それはそれは大変興味深いですね。ぜひ一度味わってみたいものです。おっと、名前を名乗るのを忘れていました。いい加減にしろの紅茶好き、ノットコーヒー。ただ俺がコーヒー好きやけんさ、紅茶好き対立の喧嘩運用みたいな感じにしとこう。ノットコーヒーと申します、どうぞよろしく。ノットコーヒー、やはり紅茶は素晴らしい。この色、この風味、俺コーヒー早けんな。お茶はいかがですか。ああ、失礼しました。初めてお目にかかるお客さんだ。私の名前は、実はコーヒー派でよろしいですか。お茶を飲みながらも実はコーヒー派なんです。実はコーヒー派と申します。どうぞお召し上がりを。こいつのダスチャーにはちょっとな、信用がないよな、信用できんよな。はいやー、実は負け組早いやー、負け組サダオ早いなお前。あ、お前さっき上におったやん。いい加減にしろの神父、この神父か。え、あんたおかまな、おかま嬢やって。おかま嬢、私はこの城下町の担当の宣教師です。もうこの名前だけでもうこの人の信頼すごい下がっとるからな。そしてこの大陸における宣教師のリーダーです。つまり偉いので。やっちゃった、待って、二人おる。え、え、マジか、これおっさん2なん。我の速度に押することを喜ぶ。名を示す。おっさん3、3、2どっかにおるんだ。全然負けてなかったけん、すごいな。こいつは結構、いい名前つけたろう。いいだってん、いいだってん、いいだってん。真面目につけといたろ。あれ、早かったな、こいつ。どっかおるんじゃ、おっさんがもう一人。こいつとは別やな。こいつはさっき話しかけたやもんな。あ、いくらいだ。話かけづらい。あ、話かけづらいよ。あ、こいつち、え？こいつ二人目のやつじゃ。あれ、イチどこ行ったん？イチどっか行ったんじゃん、もう。このエリアおらんのかな。え、これでも修行中な。めっちゃ早いやん。そしてさらばだ。バイバイ、頑張って修行しなよ。オッケー、こいつ調べたら最後にしよう。兵士、兵士ね、捨て駒。捨て駒。ここから先は城内である。粗相のないように。はーい、捨て駒さん。
で、これ城に入っていくところなんです。入りました。よくぞ来てくれました。捨て駒の父やって捨て駒の父がいるやな。選ばれし者や。祖父、ふがふがふが、いればもってできないんか。捨て駒の祖父がいる。母、母まで記事してる。捨て駒がお世話になっております。捨て駒の母がいる。そうして他人の俺がいる祖母、祖母、ふがふがふが、お前もいればもってない。恋人捨て駒シリーズ超だるい。友達、いや別に友達とか別にいいやん。別の名前付けさせてくれてもいいやん。たまにはこんな仕事もいいかな。いとこ、だるいバイトだ姉、し、静かに。妹、マジだり。息子、もう捨て駒の一家がだんだんとここで働きよんじゃ。弟、お、かわいい子ちゃん、今度俺とお茶しない。おごりですよね。割り勘ですナンパで誘っといて割り勘って、こいつダメなやつだ。ダメなナンパだ。寡黙な兄、かっこいい。真剣そうですね。よっしゃ、ここ座らせてくれへんかな王様、一目見ただけでわかるぞ。その青年が選ばれし者だな。そして噂で聞いておった、祝福されし者じゃな。かわいいの。おっと、そうじゃった、そうじゃった。わしの名は祝福されし者。サイドン記憶のことも話聞いたんやな。とりあえず王様の名前、ザ・無能キングなんか人望だけ選ばれて結局王としての仕事は全くダメな人。知って、貴公らがここまで足を運んだ理由を分かっておる。魔王の居場所を知りに来たのだな。ほう、そうか。魔王のいる場所は小島となっておる。ここから北西の方向じゃ。しかし船では行けん。船はモンスターに沈められる。え、そんな。この城では行く方法はない。撃つ手なしなんですか。本当に無能なんですか王様。だが魔法使いの里の魔法使いの里、傷薬工場おお、そうじゃった、そうじゃった。傷薬工場だもろ工場やもんあれ里じゃない、工場なのいや里やけど、確かに薬の里の工場やけどさ傷薬工場の魔法使いなら何か方法が分かるかもしれない魔法使いってただの従業員ちゃうか、ただのじゃあ傷薬工場を目指しましょう。ありがとうございました。待て、そう簡単には行けんのだ。傷薬工場への橋は魔王のモンスターたちにより通行止めになっているのだ。ああ、もうなんかいろいろがんじがらみになったんやな。そんな、橋の通行止めを指示する大将がいるようだが、船が襲われているせいで武器などの物資が届かん。あ、だからあの武器が届かんのですよって武器屋の人が言ったんだ。とてもじゃないか、戦力不足じゃ。待ちな、誰だ。あ、なんかすごい戦士来た。門番の人、あ、これ門番か。だったらぶっ潰せばいいだろ。あ、ブロックよしよう、ブロックよしよう。その大将とやらをブロックよしようか。そうは言うがな、こいつらと俺で撃つんだよ。何を言っておる、ブロックよしよう。もし死なれてでもしたら希望を失うのだぞ。じゃあよ、今ある戦力で橋を強行突破するか。バカ者、そんなことは。だったら俺たちで大将を討ち取るしかねえよな。幸いなことにその大将はすぐ近くの火山を陣取ってる。
確かその大将の名前は四天王やん。大将って四天王なんだ。へえ、一人目の四天王か。四天王最弱四天王の最弱ってやつらしいこれ絶対倒したら他の四天王三人にさ、四天王の中でもやつは最弱の存在って言いそうやもんなまあお前らが選ばれし者なら倒せる、倒せるさ。わかりました、その大将とやらを倒してみせます。あ、よっしゃ、じゃあ早速行くぜ。よっしゃ、ブロック吉岡が仲間になったもうちょいマシな名前つけとくんだったブロック吉岡が仲間になりました。でここが最弱の俺の子なんやな。ここがさっき言ってた大将とやらがいる火山だ。その名も最弱の陣地陣地が最弱みたいになっとるやな、火山か。名物観光地火山もうなんかそこに陣取ってるやつが最弱なだけに観光地とまで呼ばれている名物観光地火山、火山だ火山、火山になってしまった。やっちまった。名物観光地だけでよかったな。やっちまったな。チャーシューだらけもうなんかここが火山なだけにチャーシューって言葉がすごい当てはまったんやけど焼かれてんだな、ここの観光地でち、邪魔だ、見せてやるぜ、この俺の必殺技。必殺技か、ブロックヨシオね。おっぱっぴーにしとこう、ヨシオだけに。おっぱっぴー名前の割にはめっちゃかっこいいし強いぜすごい、名前以外はなふん、ザコが。よし、これでいけるぞ。確かあれじゃ、ネームブックで過去の名前変えれるんだったな。過去3つの分のやつなんやな、変えれるんは。これさすがに火山、火山は嫌なんで変えとこう。名物観光地だけにしとかな。よし、名物観光地火山名物観光地やけんな。もう舐められすぎてそんな名前つけられとるなんかおる、こいつが最弱かもしかして。きた、我が魔、我は魔王が四天王最弱、人間が我に何用だ。簡単な話だ、お前ようち橋のクソどもどかすだけだ。よかろう、ならば相手をしてやる。わあ、やっぱ四天王だった。最弱で名前だけど強そう。殴れ殴れ、いけー、みんないけー、俺何もしない頑張れ頑張れ頑張れ、倒した最弱ぐわー。確かに最弱って言われる、最弱とまではいかんでも弱いようなイメージはあるような。なんだ、あっきないな最弱やけんな。そんなことないです、お二人の力が強かったんです。まあそうかもしれないな。あとお前らの強さも見せてもらった。やっぱり選ばれし者だけあるな。いや、よかったよかった。さてここからさっさと出よう。これもしかして、これ最弱あれじゃない、もしかして今の影武者的なやつだったか。ブロックヨシオ、もしかしてフラグ言ったか。ん、どうした、何、さっきにまたおっぱっぴーのことがネーミングセンスが気になるんじゃこの技は俺が小さい頃飲んだくれさんに教えてもらったんだ教えたん、飲んだくれかよ俺の親父変な名前のことを覚えとったやなまあ俺は使いこなせなくて俺なりにアレンジしてるけど。え、飲んだくれさんってお前の親父なのか。そうだったのか。この技、機会があれば教えてやるよ。飲んだくれさんのように使いこなせるようにしてやるよ。
ではまずここを出ようか。俺は一旦城に戻って報告してくる。お前らはそのまま橋を渡っていくといいぞ。じゃあな、頑張れよ。応援してるぜ。じゃあな、先を急ぎましょう。雪のステージになった。じゃあ今回はこの辺でと。じゃあ今回のパートはこの辺で。ご視聴ありがとうございました。シューアゲッ